Hello, this is Hiroshi Hayashi and Yuko, Japan. Koma Inu, often called lion ducks in English, are statue pairs of lion like creatures either guarding the entrance or the inner shrine of many Japanese Shinto shrines or kept inside the inner shrine itself where they are not visible to the public. Are they just? Guardian dogs?No, they are not.They are a little and enky in Babylonian guards.This is a story about it. 狛犬は本当に犬なのでしょうか神社を守るための番犬なのでしょうかとんでもない。写真は先週行ってきました、厳島神社の狛犬です。 向かって左側の駒犬の頭に角があることに注意してください。が、駒犬と呼ばれている像は犬ではありません。エンリル・エンキの二人の神を言います。それをこのビデオの中で改めて証明します。バビロニアにあったとされるイシタール・ゲートに書かれている奇妙な動物をテーマに、それについて ここで考えてみます。イナンナ・イシュタールです。バビロニアではイシュタールと呼ばれていました。これがイシュタール・ゲートです。か手てはこのような壮大な人、まあ、があったというのですね。で、その復元模型といいますかね、ゲートがドイツに作られています。で、この壁に奇妙な動物が描かれています。 角がありますから、一角獣、すなわちユニコーンですね。で、問題はこの下の、まあ、動物なんですね。で、これは何かっていうことなんですけども、角がありますね。が、どうもよく見るとおかしいですね。ですから、まあ、先にこの動物について、まあ、結論を出しておきたいと思います。これは一角、まあ、角がありますから、一角獣に見えますけども、どうも一角獣とは違うみたいですね。顔が まあ、まあ見たことない動物の顔ですね。そして、まあ、毛があるというよりは鱗がありますね。それから、まあ、ここも体全体が鱗で覆われているということです。そして足も前足と後ろ足は違います。前足は獣の足、後ろ足は鳥の足みたいですね。この部分も足の、まあ、鳥の足みたいです。そして何よりも奇妙なのは尻尾がですね。 どうやら、ヘビになっているのではないでしょうか。ヘ、ま、ビ、あ、とは断定できませんが、ヘビのようにも見えますで。特にこの顔が変わっています。まあ、舌が出てますね。トカゲの、まあ、舌みたいですね。そして、まあ、エラがあると言いますかね。ここにエラのようなものがあります。そして、頭はくるくるとひげ、まあのように曲がっていると。で、まあ、ここに、 角があるんですね、まあ、い,わゆるいわゆるユニコーン、一角獣の角のようなものがここにあります。じゃあ、この動物は何なのか、一角獣なのか、そうではないのかという、まあ、疑問が湧いてきたわけです。まあ、これ私、これを見てですね、日本のヌエを思い浮かべました。日本にはですね、昔からヌエと呼ばれている妖怪、怪獣がいたとされます。ヌエ。まあ、ここにそう書いてありますけども、まあ、このヌエという動物、まあ 実に奇妙な動物なんですね。私のふるさとでは、獅、え、子、ー、虎、蛇というふうに呼んでおりました。頭が獅子、ライオンですね、そして体が虎、そして尻尾が蛇。ですから、獅子、虎、蛇というふうに呼んでいましたけども、各地、それぞれの地方でですね、このヌエが出没してい,ますいることもありですね、それぞれの地方で呼び名が、まあ、多少違うみたいですね、能のテーマにもなりました。 まあヌエですね。ですからまあ日本人と縫えというのは深い関係があったということになるわけです。で、私のまあふるさとの縫え伝説について話しておきます。これが親田ですね。昔、まあ、岐阜県の美濃市ですけども、縫えが出たということです。で、このまあ親田でですね、まあ、大きな矢を作ったと。まあ、この親田,の親田神社というのは大変有志のある古い神社なんですよ。そしてそこで矢を作って、 ホラドというところ、ホラドというのはまあ入り口という意味ですけども、そこから、まあ、私が聞いた話では、藤原の鎌谷という話を聞いていました。しかし、定かではありません。そして、山の中に入っていって、そして、まあ高、の神社ってなありましたね、そこから山の中に入っていって、濡れを退治したという話なんですね。で、ちょっとまあ地図を見ていただきますけども、まあ、中部地方です。まあ、日本の ど真ん中と言いますかね、中心地とよく言われます。この辺りなんですね。で、下の方に親田神社があり、そして、まあ、途中にホラドから、それから高架神社に入って、そして山を越えて、そして、えー、星の宮神社っていうのがあるんです。そして、か、え、ゆ、ー、川というところを行くんですけどもね、えー、この時に、まあ、あのー、藤原の亀谷人がですね、えー うなぎに助けられたということで、ここの辺りでは今でもうなぎを全く食べない。ですから、川にはうなぎがうようよといるという状態です。まあ、それはまあ、伝説です。そこで、五蔵天皇というのがこの中に出てきます。でまあ、私、この五蔵天皇というのはですね、後ろのような頭をしているのかな,かなと思ったんですけど、そうではなくて、まあ,あ、そういう名前の神様なんですね。これが五蔵の天皇です。 ということになっています。まあ、その、五造天皇、お田神社、それから高架神社では祀っているということです。で、この、えー、イシタールゲートの、まあ、奇妙な動物と、ヌエと比べていますと、まあ、似てるといえば似てるしね。ですから、ひょっとしたら、ヌエ、 ぬえという言われている動物は、まあ、ヒュタールゲートに描かれているこの奇妙な動物のことではないのかなというふうに思いました。それはさてき、じゃあユニコーンに話を戻します。まあ、これよりですね、ユニコーンというまあ動物がいたとされるわけですね。大変まあ乱暴で、まあ、なんて言いますか、手に負えない、えー、馬のような動物だったというふうに言われているんですね。で、一角獣ということになって、まあ、旧約聖書の中にもいろいろと表現されています。で、このユニコーンがですね、えー、英国のですね、 国をまあ、章に使われているということですね。右がユニコーン、左がライオンということになります。まあ、このようにですね、まあ、中心に、まあ、あの、中心人物の神様、あるいは王を置いて、左右にユニコーンとライオンを置くっていう、まあ、あ習わしになっていたわけですね。これはあの、アシリアにもそういった像が後で紹介しますけども、見られます。で、これはユニコーン。でも、これはユニコーンでかな、どうかなってことですけどちょっと厳しいかなってところですね。で、左はもちろんライオンです。 で、日本の狛犬、これはあの珍しい木造の狛犬ですけども、まあちょっと左右入れ替えてみましたけども、あ、並び替えてみたんですね。で、ここに赤いちょっと見えますかね、角があるんですね。で、ライオンの方には角がないと。ですから日本の狛犬もですね、基本的にはユニコーンとライオンという関係になると、関係であると考えるのが私は正しいと思います。そしてこの、 このユニコーンの方の頭ですね。角がありますね。ですから、一方の狛犬には角があり、一方の狛犬には角がないということになります。で、たまたま先週ですね、えー、いつ神社へ行ってきましたので、その時,時に撮った写真を皆さんにまあちょっと見ていただきたいんですけども、やはりこの、さすが宮島ですね。正確に狛犬を表現してあります。向かって左側の、あの、ユニオン、あの、英国国王,国王室の文章とは逆ですけども、えー、角がある、なしがここでよくわかりますね。 でもう一度、英国のですね、国王の紋章を見てください。これはまた別の紋章なんですけども、これは大変興味深いんですね。ユウコさんが以前大変興味深いことを教えてくださいました。というのはですね、この紋章の中のユニコーンとライオンを見比べていただきたいんですね。このユニコーンの下にはですね、体には鎖が巻いてあります。それはアメリカの自由の像の足にも鎖が巻いてある。これはまあ、もともとはですね、プロメテウスだったんですね。プロメテウスは体中に鎖を巻いて 巻かれて脳に放たれますただし像はですね、ディオニソースの像を使っています。まあ、プロメテウスが最初に作った子供がディオニソースということになっていますね。まあ、バッカスです。でまあ、この像はあの、顔はあディオニソースで、もともとこの話はですね、体にを鎖を巻かれて、脳に放たれたという話は、プロメテウスなら人間を作った塩基ということになるわけですね。まあ、塩基が人間を遺伝子操作して改造した。 と言われています。左ニオ・ディオニソースです。バッカスです。胸が大きいですから、中央の像をですね、女性と皆さん見間違えていらっしゃいますけども、バッカス、すなわちディオニソースは胸が大きかったんですね。そして長い髪の毛注意してください。まず、あ、今日はその話はさておいてですね、要するに、ここに描かれている一番右のユニコーンというのは、すなわちエンキ、すなわちプロメティス、すなわち、まあ、ということで自由の像ですね、の、まあ、あの、 まあ、やるなってますかね。あの、象徴的な動物であるということになります。そしてその流れは、フランス革命を伝わり、まあ、ミトラ教ですね、もともとは。そして、自由の象徴となっていったわけです。まあ、あの、マリアンもですね、それからミトラも同じフリージア帽を被っている点に注意してください。 まあ、こうしてですね、一つの流れとして、まあ、延期の流れはこうしてあるわけですね。で、もちろん頂点に立つのが、一番上にいるのが、右にいるのが、これがアフラマザーです。ただ、アヌオ王がですね、地球、地,球地上をやってきてですね、地球をやってきて、え、いわゆるアフラマザーという名前を語った可能性もありますので、注意してくださいね。えー、アヌオイコールアフラマザーということではありません。まあ、ともかくも一番上にいて、そして、まあ、その上に、まあ、君臨したのが、えん、まあ、この流れの中では、延期の流れをずっと組んでいるということをここで説明します。 ましたもちろん頂点に立っているのはアフラマザー、そしてアンウォー、それからザラストラ、ミトラと続くわけですね。そして現在の自由の像一つ、その象徴的なのが左のフランス革命時の絵ですね。ここに持っている、ここ向かって右にあるのが三角、すなわち円紀のシンボルマークです。そして足でライオンを踏みつけていますね。 ライオンを踏みつけていますねこのように西洋ではですね足で踏みつけることによって力の優位を示しました。すなわち、これはエンキすなわち、フレミエンソン・リーがですね、ライオンすなわち、エンディルの象徴であるライオンを足で踏みつけている。その上に私たちは君臨しているんですよということを示したわけです。そこでもう一つ、この文章を見ていただきたいんですけども、 同じコンセプトですね。逆のコンセプトです。まあ、英国はエンディル、すなわち、イスタールの管轄下にあったということになりますし、フランスは延期の管轄に、管轄下にあったということになるわけですね。両者がここで2つに、まあ、2つに分かれるわけです。まあ、左のフランスの方は延期の支配下、右の英国は ユナイティキングダムはエンリルの支配下にあった。ですから、表現方法が全く逆になっているわけです。で、もう一つの文章を見ていただくとわかりますように、まあ、真ん中に、まあ、王、すなわち、まあ、これは英国王を置いてですね、左右にエンキとエンリルを置いた。その表現の仕方は、ミトラ教の神事の様子と一致するんですね。この右のミトラ教の神事の様子ですけども、向かって左側にエンリルそして左、右側に縁起がいます。左の えー、エンリルは日本では不動明王となるわけですね。中心にはこれはミトラ教の神事ですから中央にミトラが置いてありますけども、一般的にはアフラマザーということになるわけですね。まあ、ハイカー教ですから、その祭壇の下に松明を耐えてあるのがわかります。 で、こうして、まあ、祀っていたわけです。同じように、まあ、英国の王室の紋章もですね、えー、こ,のこの場合は反対になるんですけど、向かって左側に、まあ、あの日本の、ね、コマニとは反対ですけども、エンディルがおって右に延期になって、それで中央にライオンがいますね。すなわち、これが、まあ、なんて言いますか、エンディルの象徴。すなわち、イ、え、ス、ー、タールの象徴ということになるわけです。 いわゆるエンリル派。ま、シッチンが言うエンリル派を表現しているということになります。そしてこの並び方がですね、まあ、見ていただくと、ちょうど日本の狛犬は逆になっているんですけども、角のある狛犬が向かって左側にあり、角のない狛犬が向かって右側にあります。まあ、ちょうど逆転しているということですね。そうなりますと、当然中,中央にあるのが大日如来、なおちアブラマザーということになるわけです。まあ、この、つしみ神社はですね、未仙という山があることからもわかるように、空海がま、あ、 あの大きく関係していると言われています。空海は当然、密教すスなわち、ミドク・ブザスク教スなわち、ミトラ教ということになるわけです。ですから、中央にはアフラマーザーを祭ってあった。日本の場合は、大日如来となるわけです。なわち、神の中の神、太陽の神、大日如来ということになりますね。で、もう一度、まあ、ミトラ教について考えてみたいと思うんですけど、これはミトラ教の神事の様子です。えー ま、これはミトラ教の神事。まあ、地下でね、こうして、ま、あの、キリスト教も初期の頃は、地下で神事を行ったんですよ。で、向かって左にいるのがエンディルですね。日本の不動明王です。そして、右にいるのがエンキです。まあ、これが、あの、竜大神ですね。出雲中心にいました。エンキってことになるわけです。えー、ギリシャ神はではポセイドンと呼ばれていました。そして、中央にいるのがミトラですね。そして、それが神社のコマエヌとなったということです。ただ、あの、左右が逆転しますから注意してくださいね。エンキは 今の象徴はユのコーンでありそれがあよのように、こ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 すまうに、このようこうに、このよ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 うんこのように、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 ってように、このように、このようのように、このように、ありますから左側に、のコマに、ヌはように、この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 よう ユニコーン、ミンガ、ライオンということになります。そして中央にいるのが、まあ、ミトラ教の場合は、ゾラスザラススタ、さらにその上のアフラマズダということになるわけですね。えー、ザラススタは、まあ、基本的にはアフラマズダを信仰してましたからね。で、もう一度、コマ犬に話を戻します。これがなぜ犬ではないかということは、ニムルード、アシリアのニムルードに残っている、この、まあ、ガーディアンを見れば分かるわけですで。このニムルードの、まあ、ガーディアンについてですね、モン・バンと書いてありますね。それから、遊ジ欲、ウと書いてありますね。 獣というわけです。とんでもないこれは間違いですね。門番でもなければ獣でもありません。まあ、神そのものなんですね。まあ、それは人間の発想だということなんです。門のところに立っているから門番と考える。そして顔がおかしいから獣と考える。とんでもない発想ですね。その証拠にですね、この頭を見てください。これはバビロニア、メソポタミアの神々の頭です。みんな独特な ヘルメットをかぶってますね。ヘルメットですよ。これは神々のヘルメットですよ。同じヘルメットを、いいですか、門番、獣と言われているガーディアンが頭にかぶっている。すなわち、これは獣でもなければ、門番でもない神そのものであるという、これが証拠なんです。まあ、この形、このコンセプトが、えー、先ほど言いましたね。 イスタールのゲート、それから英国王室、そして日本の狛犬へとつながっているわけです、まあ日本。日本って言いますかね、下の発想はですね、これは人間の発想なんです。門のそばに立ってから門番だなんてね、失礼も、まあ、程があると言われますかね。この狛犬は、ですから、犬ではありません。神そのものなんですね。いわゆる日本という国から離れて、世界で見ますと、この狛犬の、まあ、 正体と言いますかね。それもわかるということです。もう一度、あの、復習していますけども、これが、国王室の文章です。となりますと、やはりこれは、一角獣ですね。ユニコーンですね。でこれは、やはりユニコーンではありませんね。で、左はライオンです。そして、それが、日本の狛犬へと、コンセプトが、つながっていきます。まあ、日本の場合は、先ほど言いましたように、左右が入れ替わってますから、向かって左の方が、ユニコーンで、右の方がライオンということになります。 となると、まあ、これでお分かりかと思いますけども、エンリルとエンキを表している。そして、そのエンリルとエンキの頂点にいるのがイシュタールということになるわけですね。で、イシュタールゲートの場合は、中央に当然イシュタールが置いてあったわけです。まあ、あのー、本当は本来は大日如来かもしれませんしね、アフラマザーかもしれませんがね。まあ、要するに、と考えますと、やはりこの、 先ほどの奇妙な動物は、これはやはりユニコーンではないということになりますね。では何かということになりますけども、まあ、イスタールにしてみればですね、これは私のあくまでも、まあ今のところ仮説ですけども、まあ、イスタールのペット。 ということになるわけですね。まあ,あの想像像想像、想像上のペットなのか、あるいは遺伝子操作によって作られたペットなのか、あるいはイスタールが他の惑星から連れてきたペットなのかは分かりませんけど、そういった例もあるんですよ。すでにもう絵も発見されてますけども、か分かりませんけども、まあ、これはすなわちユニコーンではないということにまあ結論付けておきまして、ね、中央の下の図はですね、これはユニコーンではなくて、まあ、イスタールの私はペット。 的な動物ではなかったのかなというふうに考えています。実に奇妙な前足が獣、後ろ足が鳥という動物ということになるわけですね。で、結論ということになりますので、結論を改めて話します。狛犬は犬ではありません。番犬ではありません。すなわち、狛犬はですね、 出る延期を表した、まさに神であったということなんですね。その証拠の一つが、英国、国王の文章、そして、ミトラ教の真事ということになります。そして、その、まあ、原点というのはですね、アッシリアの、このニムルードの神殿の、まあ、この、 ガーディアンと、まあ、比較してみると分かる。なわち、神そのものであるということですね。そして、えーまあ、ペルシャの方では向かって左側にエンリル。そして右にエンキがいますけども、日本ではそれが左右入れ替わっているということですね。そして、ライオンとユニコーン。ですから、まあ、これから皆さんどこかの神社へ行かれましたらですね、頭を見ていただきたいと思います。角のある方がユニコーン。すなわち、エンキ人間を作ったエンキです。そして、角のない方が、まとあるイ,イナンナ派の,の、派、ま、の、あ、エンリルということになる。 わけですということで、まあ、改めて今日は、えー、日本の狛犬はですね、えー、獣でもなければ犬でもない、もちろん犬でもない獣でも同じことですけどもね、ではない。そして、門、番でもないということです。そして中央に飾ってあるのが日本の場合は、大日如来、神の中の神ということになります。アフラマザーですね。 ということで、このビデオ、まあ、結論を出しました。この続くビデオは少し前に作ったものですから、ちょっとまあ、細かいところで矛盾があるかもしれませんが、どうかお許しください。それでは、続くビデオをどうかお楽しみください。Bye for now. h e l l o This is Yuko Atago, Seri Kimura, France, and Hiroshihayashi, Japan.Guardians Dark in Mystery. The Guardians are 謎の狛犬。狛犬はエンリルであったという話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうかそれともライオンなんでしょうかそれとも別の動物なのでしょうかまあ駒犬っていう以上ですね。犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。 まあそれで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうかそれともライオンなんでしょうかあるいは、この狛犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、狛犬は、まあ、エジプト、まあ、ライオンというライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って日本にやってきて、狛犬として日本で発達したと。まあ、日本独自の狛犬が出来上がっていったというわけですね。 ましかし、本当にそうでしょうか、まあ、単純に考えれば、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけれども、単純な考え方をすれば、そういうことになりますけれども、本当にこれはライオンなんでしょうか、まあ、少し回りくどい説明になりますけれども、ユーコさんからこんなメールが届きました。イギリスのまあこれ、紋章なんですねで中。この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、 えー、今言いましたように、このライオンが左向かって左側にいる。しかユニコーンが右側にいると。とそして、頂点に、えー、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であると。い,いわゆるそのライオンがユニコーンを抑えているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これは、あのまあ、 ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、銃の像、アメリカの銃の像を見ますと、やはりここに鎖がついていますね。ところが、この銃の像というのはあの、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。でディオニソスをモデルにして、あの まあ自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、えー、髪の毛も同じです。そして、えー、バッカスっていうんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、リオニソスなんだと。で自由の像がなぜ、えー、鎖をつけてるかですけども、それにはちょっとま,また理由があるわけですね。 実は、ギリシャ神話の中で、えー、鎖で巻かれて、えー、いたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、えー、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥につば割れてっていう、お腹のところにつ、ま、鳥がいますね。じゃあ、なぜ、えー、自由の像はあのプロメテウスじゃなくてディオニソスかとていますと、プロメテウスが人間を作ったときに最初に粘土、まあ、から作ったのがディオニソスということになっているからなんですね。 で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を救った、まあ、神様であると。まあ、神様というかね、あのあのまあ、フリメソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まああの、カトリック側に言わせれば、ルシファー、ー悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上のがマリアンです。マリアンもフリギャ帽をかぶっています。いわゆるこの流れなんですね。でフリギャ帽は当然、ミトラ教 の流れを組んでくるわけです。えー、そしてあの、まあ、自由のシンボルともなるわけですね、この帽子が。そして、フランス革命が起きるわけです。そして、その上に当然いるのがミトラであり、その上にいるのがゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ、あの自由の像があの生まれてくるわけです。で一番上にいるのが、まあ、当然、 延期ということになるわけです。まあ、その上になりますと、アフラマズダ、アヌオからアフラマズダっていうわけですけどもね、延期、ザラスストラ、ミトラ、それからフリギアボート来て、フリーメーソンにその流れが継がれて、そして、自由の像へと、アメリカの自由の像へとつながっていくわけです。 まあこういった流れがありの中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側はあセリー、あの木村さんが送っていたくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、あの、ある、まあ、ポイントなんですね。なわち、えー、フランスの方ではあ、ライオンを押さえている。なわち、エンディルを押さえ込んでいるっていう意味なんです。そして手に持っているのが、まあ、あの、フリーメイソン。 のマークである、シンボルマークであるこの三角形に目、いわゆる IO オ r o v i d e なんですね。設理の目です。あるいは IO オ r o m e スってというのはもともとの言い方だったんですけども、ね、アイオープロビ d ンスにという名前を変えたわけです。上にいるのが左が延期、そして右のがエンリルということになります。こうして2班が分かれるわけですね。まあ、こうから対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、延期は人間の改造に反対し、 それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですねそれの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです でこれはイギリスの王室の紋章ですけども、これはあの逆にですね、一番上にライオンがいることが分かりますように、えー、一番上にエンディルがいるわけです。これで右の方は、今度はあのミトラ教の神事をしている絵なんですね。マコデさんという方が届けてくださいました。で、この神事をしている絵の中の丸の中に、えー、左側にるのがエンディルで、右に書き込んであるのがエンキということになります。中央にいるのはミトラ教の神事ですから、当然ミトラ,のミトラがこの絵が描かれています。 まあこうして、あの、ま、比較してみますとですね、ま、コンセプトが同じだってことわかりますか真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見て,だ見てください。これは、あの、神様なんですよ。いいですか犬じゃありませんよ、左側。これはエンディルなんです。そして、右の方は三角の、ま、マークの中に書いてあるのが、エンキのシンボルマークですね。そして、真ん中にいるのがミトラになるわけです。 で、まあ、こうして中央に大きい、そして真剣を持っている大きい左右に紙を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘の イナンナ、いわゆるシタールが生まれるわけですね。そして、その、まあ、双子の兄弟ですけども、ウトゥーとイナンナが生まれるわけです。イナンナが、やがてバビロネを支配する女神となっていきます。もちろん、日本の、日本の、日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、えー、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、 まあ、プロメテルスなんですけどね、プロメテルスになって、そしてそれがフリーメルソンリに繋がり、そして、えー、エンリルの方はあーヤ,ーフェヤーフェになって、そして旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックとつながっていくわけです。エンリルとエンキ。いわゆる、まあ、なんて言いますか、あの、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトと言いますかね、は、あの、日本の狛江にとつながっていくわけです。 でもう少しちょっと回り道しますけども、フランスのミトラ、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ今言いましたように、これがミトラ教の神事をしているところですけども、あみんなあのフリギャ帽をかぶっていますね。いわゆるトルコ、中部の古名です。これがフリギャ帽です。そして、まああの、 奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンもよく見てください。あの、フリギア帽を被ってますね。えー、フランス革命の時に、党資たちは皆このフリギア帽を被って、えー、フランス革命の党資として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましてフリギア帽フレギア帽といわれるミトラ、ミトラというのはフリギまあトルコ中部で生まれた、生まれては、あのー、 リキアで生まれるんですけど、リキアで去っていくんですね。サングルバンさんして。で、これがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしているわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一応にこのような顔をしているわけです。人間離れしているって言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。 いわゆる自由いわゆるの頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうか。しかし、これは神は自由でありませんよ。真剣は表す棒を持っていますから。日本では尺と言いますね。で、一番右の、えー、不動明王もそれを持っています。 なわち不動明王は演じルということになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エ演じル、いわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動、お不様として祀られていますけれども、不動明王はですね、エンリルということになるわけです。なわち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、この尺といいますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。 延期,の延期になりますと、今度はです、ね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そしてこの三角の中に目を変えたのがア、アイオ・プロメテウス。プロメテウスの目がローマ時代にアイオ・プロビデンスというふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメソンのシンボルマークになっています。そしてその手前に、えー、いわゆる松明がありますね。トーチがあります。このトーチが、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、ミレ礼になり、そして、えー、自由の像は、 あ松明を考え、その流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに、明令は密教となり、日本の空間によって日本に伝えられ、小屋さんで、えー、こうしたごまとなって、まあ、その信心が残っているわけであります。さあ、不動明、イコ,イコールエンリル。えー、今あの、向かって左側にいるのがあのエンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが信心を行っている、まあ まあ、今風に言えば、まあ、あのー、牧師さんですね。そして、この牧師さんもやっぱり冒頭はを持っています。不動明王も、某、真剣を表す冒と王権を表す和を持っています。こうして、まあ、なて言いますか、真珠を行うわけですね。 そこでガーディアン・アニマル i いわゆるそのなって言いますから動物かどうかということなんですけど、今まで流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように日本のです、ね、神社もですね、真ん中に神様王を置いてですね、こうというか王を置いて、そして両側に置くのはこれは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろんガーディアンでもない。すなわち神自身だと考えるのが自然なわけです。 まあ、日本ではこう、ま、犬というふうに、まあ、あのしてしまいましたけども、犬なんかじゃないという、まあ、ちょっと通り、ま、遠回しな説明をいたしました。でもう一度並べてみますとわかりますように、頭、えー、さんから次のようなメールが届きました。まあ、これはこれ一般説ですね。しかし、まあ、そうではないと。 ゆうこさんの話と、それから、あたごさんからのメールを、しあの、いわゆるその、解釈しますと、えー、実は、この、私たちがコマ犬と呼んでいるコマ犬はコマ犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわちエンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、えー、 アタゴさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、シュ,まあ、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらに、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、あのその人と別の証拠としまして、これ私たちはこれをシシバンと呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオン、ライオンなんかじゃないですよね。 まさにエンディルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のがあの、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジル、の、まあ、ペルーのここ、あ,あここはボリビアになりますかね、ここであの、ボリビアああの <laughs> で見つかったものですけども、ここで見つかっているこれ,こ,れこれはペルーで見つかっているんですよね、確か。あのこうしたもあ ものが見つかっていますエクアドルですね、先ほど間違えました。あのこれがあのペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これはあの別にガーディアンでもなんでもない。 神様なんですよ。何でもないと逆なんですけどね。神様なんですよ。これと日本の獅子舞と比べてみてくださると分かりますように、同じコンセプトで同じに作られているということなんです。なわちこの獅子舞はライオンではないということですね。なぜならばペルにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、まあ、あのこれは神様であるということになるわけですね。なわちエンリルを表しているわけです。となると、ここでまたつながっていきますね。 なあち、えー、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き継ぐわけです。で、太平洋を支配するわけですね。で、その後、まああ、このエンリルのその流れがですね、えー、ま、はじめに、まあ、インカへ伝わっていくいわけですけども、まあ、それがペルシアへ伝わり、えー エンリルっていうふうに表現される。そして、右の方でインカにも渡わたるインカ人っていうのは、自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そして、あのペルシャから今度は UK にわたって、先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる日本が、日本がその中心点にあるということなんですね。その、狛犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つということになるわけです。で、これが狛犬ですね、皆さん。 ご存知の。これはもう犬なんかでもない。ライオンなんかでもない。もちろん、ガーディアンでもないと。守護獣なんかではない。神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、また、おいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいまして、ありがとうございました。バイ。